ママ、阪急のマルーンカラーかっこいいね。素敵な色だね。かっこいい。ん？地震だね。ママ、怖いよ。大丈夫だよ。ただいま発生しました地震の影響でこの電車は緊急停車いたします。電車いつ動くかな。皆様、電車の長時間の運休が見込まれます。そのため電車からの避難を行います。怖いよ。電車から結構高さもあるので危ないですよ。ご安心ください。滑り台をご用意しました。え、滑り台？このように座席シートを組み合わせ安全に降りられるようになっています。これなら怖くないね。うん、安全よし。熱い熱い熱い。お客様はどうされましたか？俺の指定席の車内が熱すぎるのよ。何号車でしょうか？2号車なのよ。行ってみるのよ。はい。熱、冷房がぶっ壊れてるのよ。申し訳ございません。治らんのか？すぐに修理は難しいので。ふざけるな。こんな暑い中耐えるっていうのか？今他の座席も満席ですので移動もできないですね。ふざける。俺は許さないのよ。特急列車の指定席で冷房が壊れている場合。許さないのよ。特急料金を全額払い戻しさせていただきます。本当か？はい、申し訳ございません。いいよ。え？お金戻ってくるならバンバン剤なのよ。ちょろー。大事件だー。どうされたんですか？2号車に刃物を隠し持った男がいるぞ。本当ですか？すぐ行きます。何？車内で刃物を持った男？はい、すぐに出動をお願いします。わかりました。近くの者はすぐ現場に出動だ。刃物を持った男がいるって聞いたぞ。逃げるぞ。みんなやられるぞ。警察です。犯人はどちらに？2号車に潜んでいます。確保してきます。犯人って？あの赤い刃物を持った男です。うちの警察です。警察？駅員さん。はい、どうされましたか？券売機の前で怒ってる人がいますよ。え、すぐ行きます。クソギャー。たーく、誰かと思ったら横山さんかよ。クソギャー。どうしたんですか？クソギャー。民家が売られてないのよ。あー、そうなんですよ。今年6月に無記名式が中止になり、8月に記名式も中止になってしまったんですよね。なんでなのよ。半導体不足の影響です。中の IC チップが入手困難な状態でして。今俺は欲しいのに困るのよ。今ですと一応岩手県では販売してるんですけど。遠いのよ。秋田県でも販売してますよ。遠いのよ。あ、青森県でも。遠いのよ。ですと自分で IC チップを探してきてください。あ、それは近くに売ってるのか？近くですとアメリカですね。うげえ。まもなく列車発車します。乗りまーす。ドア閉まります。ご注意ください。あ、まさき、何やってんだこんなとこで。いや、何もしません。うちの学校バイト禁止なの知ってるよな。はい、もちろん。バイトしてんな。いや、知らないです。どう見てもバイトだろ。違います。バイトのまさきくん、交代しよっか。お疲れ様です。特に引き継ぎありません。バイトしてんじゃねえか。いや、してないです。嘘つくな。無断でバイトしてんだろ。バイトしてません。信じてください。絶対してんな。大変人手不足ですので駆け込みバイトお待ちしております。バイトしてんな。まもなくバイトしてません号発車いたします。バイトしてんな。駅員さん、どうしたんだい？海に行くはずだったのにクラスのみんなに置いてかれたんだ。また寝坊したんじゃないの？6時間だけで？そりゃ無理だわ。また僕は一人なんだ。まったく仕方ないな。駅員さん、じゃあ今日はスキューバダイビング体験をしてもらいます。先生、ノブノブタがまだ来てません。あれ、そんな子いたっけ？来ました。え？遅れました。いや、まさかのヘリで登場？いや、しかも格好ほぼ国民的人気アニメのあいつじゃん。うわー、スカイダイビングで降りてきたよ。え、なんで駅員さんもいんの？わー、先生やめよっかな。チーズ。新章ですか？90分におまけして。どうぞ。リバイバー。おはぽよー。あれ、遅刻か？これ遅延症。90分も遅れてたのか。あ、おまけしてくれたー。いや、正直だな。ちょっと言い訳しろよ。おー、眠ー。なんでそんな眠いんだ？寝坊してるんだからみんなより寝てるはずだろ。今日シフト変わったから朝帰りなの。バイトしてるな。いや、してねえし。うちの学校バイト禁止なの知ってるよな。机に向かって勉強してたの。いや、ディスクに向かって DJ してんな。そんなわけねえじゃん。いや、バイトしてるな。してねえし。てか誰？いや、まさきの人生は楽しいの、まさきの。名前長。トリマナイトプール行ってくるね。いや、ギャル強。今日はどこ行くの？夏休みだから千葉のおばあちゃんのとこに。いいね、気をつけてね。うん。この電車は特急潮彩銚子行きです。特急潮彩に乗って千葉で降りて。僕、着いたよ。あ、降りないと。
に乗り換えだ。はい、発車します。あれ、ここはどこ。間違えちゃったよ。一人で来たのか。うん、乗り換えを間違えちゃったの。そうか。ママほら、え、ここで採れた野菜はうまいべ。え、いいから食ってみ。ありがとう。どうだ、甘くて美味しい。ダメ、暑いから熱中症にならんようにな。え、大丈夫だ、何もしてこいよ。大きい。ここじゃ人間より動物の方が来てくれるわ。お、これで戻れんぞ。ありがとう、おじさん。だべ、千葉でございます。着いた。ソウスケ。あ、ママ遅かったけど何かあったの。あのね、おじさんがトウモコロチをくれたの。え、あとクマさんとかにもあったの。え、大丈夫だったの。だべ、何言ってんのよ。まあ無事でよかった。あれ、お財布がない。どこで落としたか覚えてる。覚えてない。もう何やってんのよ。ありがとう。こんなことあるの。ダメ、駅長どこ行ってたんですか。探したんですよ。あ、すまんすまん。僕はデザイナーになりたいんです、やめさせてください。お前はセンスも才能もないから無理だ、黙って会社に残れ。それでも自分のやりたいことに挑戦せずに人生を終わりたくないんです。バカだな、ここで俺の下で働いていれば安定して食っていけるのに。それでもデザイナーの夢を諦めたくないです。ああ、そうかそうか、いつまでもくだらない夢を見てたらいいのよ。一生叶わず貧しくなって腐っても知らねえからな。はい、ご乗車ありがとうございます。お客様どうかされましたか。今日会社を辞めてきたんです。そうですか。上司には才能がないから無理だって言われたんですけど、僕デザイナーになりたいんです。だから今の会社を辞めてもう一度一から始めるんです。そうなんですね。絶対なれますよ。え、お客様が諦めなければ絶対なれます。はい。ああ、これがこういうことか。あ、行ってらっしゃい。はあ、遅くまでお疲れ様です。ありがとうございます。よし、行くか。今日はどちらへ。フランスで全国のデザイナーが集う大会があるんですよ。そうですか、頑張ってくださいね。はい。成長してるな。部長、会社の新しい看板デザインですが、今日本で注目のデザイナーがいまして。会社の PR に関わる大事な看板だ、一流の人を頼むぞ。こちらの方です。ん、今や世界のデザイナーにも認められている清彦という方です。なんだと。部長どうしました。ああ、こいつは俺の元部下だぞ。俺が何から何まで教えてやったんだよ。こいつは何かやってくれると思ってたんだよ。そうなんですか。うん、それなら簡単ですね。連絡しといてくださいね。ま、任せろ。はい。あ、久しぶり、俺だ、横山だ。あ、お久しぶりです。なんか頑張ってるみたいだな。いやいや、まだまだですよ。あ、そうか。どうされたんですか。あ、そうだ、今度うちの看板のデザインをお前に頼もうと思ってな。お前もいい PR になるだろ。あれ、先輩、僕はセンスも才能もないんじゃなかったんですか。ずっとくだらない夢を見てろって言ってなかったですか。そんなこと言うわけないだろ。俺はずっとお前のことを。お断りします。え、今ニューヨークで世界のデザイナーと一緒に新しいプロジェクトを進めてて忙しいんですよ。ちょっと待って。あ、ちなみに僕にデザイン依頼する場合は3億円からになりますんで、先輩の会社潰れちゃうと思いますよ。すげえ。部長、あのクソ上司見返してやったぜ。俺はまだまだ行くぞ。しゃあ、かっこいいね。駅員さん、どうしたんだい。8時間寝坊しただけで修学旅行に置いてかれたんだ。そりゃ置いてかれるって。どうせ僕は一人がお似合いさ、誰も助けてなんてくれないんだ。まったく、任せろ。駅員さん、のぶたのやつまた寝坊みたいだな。ほんとバカだよな。どうした、あれ見てみろよ。なんで馬乗ってんだよ。行け、ドラサンブラック。聞いたことある名前だな。のぶた、つ
ついてこいよ。うん、金さんの帽子カウボーイになってんじゃん。行くぞ。次のサービスエリアで待ってるね。ここ高速だぞ。馬早すぎんだろ。先生に言う？そっとしとこ。すいません、遅延症ですか？30分のください。ちょっとおまけしてください。仕方ないな、90分におまけしときますね。ありがとうございます。おはようございます。あれ、ナタンとウタンなんで遅れたんだ？寝坊しちゃって。もっと申し訳なさそうに言え。私は途中でおばあさんの困ってるとこ眺めてて。助けてやれよ。あ、本当は物もらいできたんで整骨院行ってました。どこ行ってんだよ、眼科行けよ。本当は工場現場の仮設トイレから山崎ケンティが出てきて急止めしてました。それはしちゃいそうだな。あ、本当は野生のインドゾウに追いかけられてました。嘘つけ。あ、本当はゴジラが海からやってきて。嘘つくな。お前ら本当はなんで遅れたんだ？はい、遅延症です。最初から出せ。てへっ。どうされました？この人に痴漢されました。へぇ、犯人です、捕まえてください。ふざけるな。待て、俺はやってないのよ。うっ、すげえ。なんで逃げたんですか？やったこと認めたってことですよね。違うのよ、俺は本当に。ネクタイの位置おかしくない？こんな見た目の人 100% 犯人でしょ。俺は犯人じゃない、動揺して逃げたのよ。絶対この人怪しい。駅員さん捕まえてください。お客様、事務室まで。私、証拠の動画あるよ。え？見る？うん。いや、帰るんかい。今日面接なんでしょ、忘れ物ないようにね。分かってるよ、うるさいな。ちゃんと皆さんに挨拶するのよ。分かってるって。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。もうお母さんたら心配しすぎなんだって。行ってらっしゃいませ。よし、この電車だよね。すいません、駅員さん。どうされました？高田の馬場行く電車行っちゃいました。はい、先ほど出発しましたが。どうしよう。どうかされましたか？今日娘が第一志望の会社の面接なんです。でもあの子弁当忘れちゃってお腹空いて集中できなくなっちゃうんじゃないかと思って。そうなんですね。もう少し早く気づいてあげられたら。お母さん、僕に任せてください。2818F 社長さん取れますか？こちら 2818F 社長です。大事な企業の面接に弁当を忘れちゃった子がいるんですけど、高田の馬場まで届けてもらってもいいですか？任せときな。その子はどこ乗ってんの？ 5020F 乗車中です。じゃあこれが先着だな。高田の馬場置いとくよ。お願いします。駅にはこちらで連絡しときます。承知。どうなりました？ご安心ください、必ず弁当は娘さんにお届けしますよ。本当にありがとうございます。いやー、なんか緊張してきた。お客様、ゆうさんですか？え、はい、こちらお忘れ物ですよ。面接頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、それでは履歴書を回収します。嘘でしょ、履歴書がない。ゆうさん、履歴書もらいますね。待って、なんでないの？カバンに入れたはずなのに。ゆうさん、やばいやばい、履歴書忘れたなんて言ったら絶対落とされる。ゆうさん、すいません。こちらは履歴書ですね。はい、お願いします。ただいま。あ、おかえり。お母さん、ありがとう。履歴書、あ、お弁当美味しかったよ。絶対内定決めて、お母さん楽させるために頑張るね。ありがとう。おはようございます。いってらっしゃいませ。ご乗車ありがとうございます。あー、だりーな。チュー、ちょっと駅員さん。あれ、橋爪さん。あの人相の悪い金髪の男が子供のチップ使ってるわよ。本当ですか？間違いないわ。さっき子供のチップを通した時の音、ピヨピヨって聞こえたのよ。ちょっとお客様。バカに。お客様、チップ見せてもらってもいいですか？え、これっすか？あ、問題ないですね。ありがとうございます。ってことはまさか。ふぅ、このまま逃げ切るわよ。待てー。間一髪だったわ。おいごらてめえ、さっきの金髪小僧がなんでここに？車掌さんが呼んでるぞ。チューン。駅員さん、どうされました？改札で規制を上げてる人がいます。え、すぐ行きます。変身変身。ちょ
ょっとお客様、勝地って申しますか？知らないですよ。どうされたんですか？改札ゲートを通れば変身できるって聞いたんですが。変身できないですよ。みんなびっくりしてるので静かにしてください。え？おかしいな。ウグイス谷までの切符を通せばウグイスになれるんじゃないんですか？なんだそのシステム。てかウグイスになりてえのかよ。千歳烏山までの切符でカラスになれるんですよね。だからなんだそのシステム。てかカラスになりてえのかよ。鶴橋までの切符で鶴になれるんですよね。さっきから鳥ばっかだな。どんだけ空飛びたいんだよ。空飛びたいって言うよりくちばしが欲しいんですよ。珍しい。何なの急に呼び出して。卒業前に二人で話したいなって思って。何それ。草、来週さご飯行かない？おいちょっと待てよ。え、俺の女誘ってんじゃねえ。ちょっと五十嵐、別にご飯ぐらいいいだろ。てめえ舐めてんのか。うるせえんだよ。分かってこいよこれ。ちょっと二人とも、ハッピーバースデーぽよちゃん。え、誕生日おめでとう。は、ドッキリでした。なんだよ、もう喧嘩終わりかよ。え、やるなら死ぬまで喧嘩しろよ、この根性なしが。あ、祝ってやったんだぞ、喜べよ。は、誰も頼んでねえし。せんだよ。てめえふざけんじゃねえぞ。ちょっと二人ともやめてよ。ハッピーバースデームネオ。え、ドッキリ大成功。やみつよ。いや絶対食ってんじゃん。食ってるわけねえだろ。いやあれはもう食ってんじゃん。そんなわけねえだろ。食ってねえって。よく見てみろよ。だろ？イヤホンのマイクに向かって小声で話してるだけだと思ったらマイク食ってんじゃん。うまいのかな。うまいわけねえだろ。じゃあ明日までに提出するのよ。電話もしてんのかよ。相手の人おじさんの咀嚼音しか聞こえねえだろ。 ASMR じゃん。そんないいもんじゃねえよ。マイク食ってる人見たことねえよ。え、何も食ってないわ。なんか食いながら電話するバカがどこにいるのよ。ここにいんだろ。てか車内で電話してんじゃねえよ。じゃあそういうことだから、いいぞ。やっと切ったよ。食ってる。車内混雑しております。中ほどまで詰めてください。みんな行くわよ。橋爪さんについてくわ。ですねえ。どきなさい。あ、危ないじゃないの。いって。ですねえ。まったく、どこにも席が空いてないわ。若者が元気なくせに座ってるからね。ですねえ。仕方ないわ。こんなこともあろうかとキャンプ用の小さい椅子を持ってきたのよ。さすが橋爪さん。ですね。快適快適。迷惑だな。そんなことしていいのかよ。列車緊急停車します。チューさま。駅員さん。なんすか。おじさんにもらった大事な時計をなくしちゃったんですけど。家とかカバンは探したの？はい、それでも見つからなくて電車に忘れてきちゃったのかなって思って。こっちも忙しいからまた今度にして。あー、すいません。たく、何でもかんでも言ってきやがって。もしかしてこれですか？あ、僕の時計です。どこにあったんですか？電車の座席の隙間に落ちてたよ。本当にありがとうございました。いえいえ、おじです。ご親切にありがとう。あ、見つかってよかったです。お礼にこちら高級リゾート宿泊券をどうぞ。いや、そんないただけないですよ。そんなことおっしゃらず、ほんの気持ちですから。え、じゃあありがとうございます。世界最大の動画投稿サイト YouTube、 そこに人生を捧げた男がこの街にいた。我々は彼の挑戦を取材した。プロジェクト D。 SO です。ああ、皆さんに伝わるように言えばショート動画の初めの文字 SO を取って SO と呼んでいます。待ってくれてる人がいるからですね。僕は最初はふざけ半分であげていました。どんなものあげたらいいか分からずに、おふざけみたいなギャグだったりコントをあげていました。でもある日、鉄道コントをあげた時、必要としてくれてる人がいたんですよね。そこから僕はコントをひたすら作りました。鉄道のコント、黄色い制服を着た駅員さんのコントをひたすら作り、今は1000本以上動画を上げていますね。毎日投稿をしていますね。みんなの生活の日課になってくれたらいいなって思ってます。朝起きてたくあん TV を見る、お昼に起きてお昼ご飯をみんなと食べてたくあん TV を見る、夜勤の人が夜仕事に行く前に見る、学校から帰ってきた子供たちが家に着いて見る、そんな
みんなのそばにあるチャンネルでありたいなと僕は思っています。作り続けますよ、毎日皆さんに笑いを届けるためにはね。特にストーリーものを多く作りました。宗介くんの夏休みだったり、五十嵐くんの、大切なものというストーリーだったり、ストーリーものというのはね、ここ最近始めまして、やはり1話だけでは伝えられないという部分もありますので、少しでも長くして、多くのお客様に、伝えたいことを伝えられたらなと思ってストーリーものを始めました。なのでその部分も楽しんでいただきつつ、ショート動画ですね、1話完結のものもたくさん出しました。夏らしいものだったり、それと関係なく、非常にギャグの要素の多いものも作ってますので、そういった面でも、夏らしい8月まとめ見てくれたらなと思いますので、最後まで見ていただき皆様ありがとうございました。引き続きまた、9月も制作頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。中へ紛れ散らばる星の名は忘れ